皆さんこんにちは。はい、早速ですけどね、皆さんの目の前にプラも用意してみました。ガンプラとかじゃないんですけどね、昔自分がよく作ってたゾイドの、ことぶき屋さんから出ているシリーズなんですけども、その中でもちょっと小ぶりな、小型のゾイド、ガンスナイパーですね。このゾイドね、結構好きなんですよ。でですね、今回ちょっとやってみたかったことがあったんですけども、まず、このプラムを、パーツごとに、分けます。で、そのパーツごとに、3D スキャナーで読み込んで、で、それを、3D ソフト上でまた組み立てます。で、それを小型化して、フィギュア状にして 3D プリンターで出力してみようと、そういった流れに今回なっております。まあ、小型のプラモデルって言っても、まあそれなりにサイズはあるんでね、 3D プリンターで一発出しできるぐらいのサイズまで落とし込んでやって、どのような仕上がりになるか、早速見ていきましょう。はい、ではまず 3D スキャン始めていきましょう。ただその前にですね、前回やったように、透明の部分、クリアパーツですね、これはうまくスキャンできないんで、今回ちょっと取り外しております。で、あと、ちょっと細かくなりそうなので、腕のところにある武装、これも一旦ちょっと取り外しておきました。この状態で、頭、胴、腕、尻尾、この部分に分けてそれぞれを 3D スキャンしていきます。はい、まずは頭部ですね。結構これはうまいことスキャンできたんではないでしょうか。アンテナもね、きっちり出ています。歯も出ていますね。はい、次は胴の部分と、背中のブースターの部分ですね。これも一応破綻することなく、ある程度うまくスキャンできているのではないでしょうか。ちなみにね、テクスチャー取るとこんな感じ。相変わらずね、ちょっとぼやっとした感じにはなるんだけれども、まあテクスチャーの力って偉大やなっていう感じですよね。続いて尻尾ですね。ちょっとなんか針みたいな先端が紛れ込んでますけども、まあ、それ以外はそこそこスキャニングできてるんではないでしょうか。はい、お次は足ですね。これも、かかと裏のシリンダーの部分もきっちり出てますし、爪もある程度スキャンできてるみたいですね。今回はこのスキャニングした片足を、ミラーで複製して両足として使用していきたいと思います。はい、最後に腕ですね。ちょっとなんか変なカスみたいなのが読み込まれちゃってるんですけども、まあ、これは後で消すんでね、はい、大丈夫です。これもね、先ほどの足と同じようにミラー状態で複製して、両腕として使っていく感じですね。はい、というわけでですね、取り込んだ 3D モデルをすべて 3D ビルダー上に配置してみました。ここから、各パーツを動かしてこのように接続するような感じで位置を決めて組み立てていきます。これ結構ね、楽しいんですよね。
さあ、ということで完成しました。どうでしょう。一応ね、気をてらったポーズとかじゃなくてスタンダードな感じで配置してみたんですけども、結構それっぽくなりましたよね。気をつけたところは一応二足歩行してるような感じになるように、足の向きであったりとか、あとは一応3点で支えられるようにちょっと尻尾をね下に、垂れたような感じで配置したりとか、そういうところをちょっとね気をつけて配置させていただきました。ではいよいよこの後このモデルを 3D プリンターで出力してみます。やっぱりここで見る限りはフルカラーみたいな感じのモデルなんでいいんですけども、さあ 3D プリンターでね出力したらどういう感じになるでしょうかね。はい、3D プリント終了しました。パッと見は特にね問題なく、綺麗に出力できてるような感じに見えますね。ちょっとサポートはね形が複雑なんで多めに取っております。はい、洗浄と二次効果終了しました。はい、こんな感じですね。どうでしょう。なかなか悪くないですよね。本当は手のひらサイズっていう感じで、ちょっとねサポートこれから外していくのがなんとなく億劫だなーっていう感じはしますけども、じゃあちょっとね、プチプチちぎっていきますか。こうやってね、結構先端 0.4 ミリにしてるんで、結構シンプルなモデルやとね一思いにベリっていけるんですけど、ちょっと今回は慎重にいっています。さあだいぶねサポートも剥がれてきました。あとちょうどねこのお腹の下と、足ここら辺が一気にペリーっとねちぎれてくれたらほぼほぼ完了するかなっていう感じですね。ちょっとねここまで来てバリッとどっかが折れてしまうっていうのはショックすぎるんで、それだけはないように慎重にね。さすがにちょっとねここまで細かいと一個一個ニッパーとかで切ってるよりもこんな感じでベリーといっちゃった方が全然早いし綺麗なんで、自分はいつもこういう感じでやっております。はい、こんな感じ。ああいいっすね。なんかそれっぽい、一気になんかガチャで出てきそうなそういう感じのフィギュアになりましたね。なんかああいいんじゃないですかねこの感じ。細かい部分もこうやって見ると意外にね出てますよね。はい、手のり。あとはねこういうちょっとサポート残りの部分とかそういうところをヤスリがけすればもっと綺麗にはなるんですけども、今回はねちょっと割愛しておきます。はい、というわけで無事、プラモデルからフィギュアを、作ることができました。ちゃんとねこういう風に立ってくれてるのがすごく嬉しい。これコテンってこけてしまうようやったらちょっとどうしようかなと思ってたんですけども、はい、とってもいい感じです。さあではね、元となった、ご本人に登場してもらいましょう。どうでしょう、もうそのままね、ポージングもちょっと似たような感じにしてみたんですけども、ほんとそのままねちっちゃくなったような感じでいいんじゃないでしょうか。
はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、こういうエッジの効いた、ロボットのデザイン、これがどこまでうまく出せるかなっていうところが結構肝だったんですけども、やっぱり全く一緒にはね、これまで見ていただいてる方ならお分かりいただけるとは思うんですが、やっぱりちょっとこう角が丸くなったりですとか、ちょっとそこら辺違う感じでスキャンされることも多々あるんですけども、こういう形で、ちっちゃくミニフィギュアみたいな感じで作る分には十分すぎるぐらいの精度あるんじゃないかなと思っております。もちろん今回、スキャンしたデータ自体は特に、いじってるわけでもないですし、 3D ビルダーでね、いらない部分、不要な部分をカットっていうことはしたんですけども、基本的には配置、移動、そこら辺の、ことのみ行っております。あとはですね、 3D スキャンに対応できるサイズっていうのが、やっぱり精度よく読み込めるサイズっていうと、やっぱりどうしても小さくなってしまうので、今回みたいにバラして一つ一つ、パーツをスキャンしていくことで、結構大きいモデルでも再現できるのではないかなと思いました。あと今回ソフト上でスタンダードなポーズを比較的ね、させたんですけども、プラモデルの可動域、これ以上は曲がらないですよ、動かないですよっていうレベル以上に、ポーズをつけさせることができるので、フィギュアとして作るなら、ポージングの幅がかなり広がるんじゃないかなと思いました。あとはこれとっても気に入ってたもんだけど、ちょっと置く場所もないし、ちょっと手放さないけない感じになってきたなっていうのであれば、データ化して小型化して手元に置いとくっていうのも、一つ方法としてはあるんじゃないでしょうか。まあ自分の場合はね、それがなかなか難しいんで、部屋に結構物が溢れてたりするんですけどね。はい、それはさておき、今回も、動画のご視聴ありがとうございました。今回の動画ちょっとでも興味持っていただけたら、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。